U18W 杯、日本、プエルトリコ、8日、スーパーラウンド、台湾、台北市立安堵野球場、一覧、U18W 杯日本代表メンバースーパーラウンド第2戦のプエルトリコ戦のスタメンが発表された。東谷二流で、7日韓国戦で高級演を見せた武田陸区投手、3年イコール山形中央、が今大会初めて4番に座る。一方で、 森田大と内野手、3年イコール履正社がスタメンから初めて外れた。先発の東恩納追投手、3年イコール沖縄小学は今大会2試合に先発し、防御率は0、00と安定感抜群だ。日本代表のスタメンは以下の通り1、1、寺地に言う、山田3、2、尾形4、4、武田5、3、中山6、中、 マルタ７、う、千葉な８、ほ、小形９、左、橋本先発東女。